ウンベルト・ホセ・アルテアガは、ベネズエラのミランダ州カラカス出身のプロ野球選手。ウトを右打ち、MLB のワシントン・ナショナルズ参加所属。2010年11月20日に、インターナショナル・フリーエージェントで、MLB のカンザスシティロイヤルズと契約金110万ドルで、マイナー契約を結んで、プロ入り。2011年6月20日に、ロイヤルズ参加のマイナーチームであるルーキー級。 アリゾナリーグロイヤルズでプロデビュー。同球団に専属し、229打席で打率、254、30打点、8盗塁を記録した。2012年は、アパラチアンリーグのルーキー級バーリントンロイヤルズに転属し、シーズンを専属した。シーズン成績は26、262打席で打率、274、日本塁が、29打点。 7盗塁を記録した。2013年は A 級レキシントンレジェンズに昇格してシーズンを迎えた。6月19日に R 級アイダホーホールズチュカーズに降格。このシーズンは2チーム合計で597打席で打率2393本類打71打点11盗塁を記録した。2014年は A 級レキシントンに再昇格し、 シーズンを専属した。シーズン成績は483打席で打率、198日本塁が31打点、7盗塁を記録した。2015年も A 級歴ントンでシーズンを迎えた。7月7日に A 級ウィルミントンブルーロックスに昇格。このシーズンは2チーム合計で511打席で打率、249日本塁が44打点、 18盗塁を記録した。シーズンオフには、母国ベネズエラのウィンターリーグであるリーガベネソラーナで、ベースボールプロフェッショナルのナベガンテス、デルマガジャネスに所属。以降2016年、2017年オフに、同チームに所属した。2016年は、AAQ ウィルミントンでシーズンを迎えた。6月30日に、AAQ、ノースウエストアーカンソーナチュラルズへ昇格した。 このシーズンは2チーム合計で503打席で打率、252、2本塁打、35打点、15盗塁を記録した。2017年は A 級のスーエストアーカンソーでシーズンを専属した。シーズン成績は490打席で打率、258、1本塁打、35打点、4盗塁を記録した。2018年は、 トリプル A 級オマハストームチェイサーズに昇格し、シーズンを専属した。シーズン成績は445打席で打率、292、6本類四打49打点に投塁を記録した。シーズンオフに LVP のアギラス、デルスリアに所属した。2019年はトリプル A 級オマハでシーズンを迎えた。6月20日にメジャー昇格し、同日行われた。 ミネソタツインズ戦にて7番遊撃手で先発出場してメジャーデビュー6月22日のドカードでメジャー初アンダーを記録したこの年メジャーでは41試合に出場して打率1974打点1盗塁を記録したオフの12月2日にノンテンダー FA となったが12月17日にマイナー契約で再契約した 2020年9月8日に自由契約となった。2021年2月4日にワシントン・ラショナルズとマイナー契約を結んだ。シーズンでは7月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のロサンゼルス・ドジャース戦にて8番遊撃手で先発出場して打点を挙げるも翌日にロイヤルズから獲得したばかりのアルシデス・エスコバーを アクティブロースター入りさせるという理由からディエフェとなり、5日にマイナー契約で参加のトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスへ配属された。ありがとうございます。